おう、地獄の噂。やっぱこれさ、よく見るとさ、あの見つからなかったところ青く光ってないんだよね。だからやっぱ夜だけとかそういう可能性も、あ、でも夜行かなかったか、そういうの可能性あるよね。てかあのやっぱ月マークだからやっぱ夜だけなんじゃないかな、そんな気がするな。うん、光ってないもん青く、そういうことなんだ。気になったら確かめる。ごめん王子、もう一晩待って。王子ごめん、もう一晩待って。しかバレない。ほら光ってる光ってる。やっぱ夜だけってことだったんだ。あやかしそう。おお、なるほどなるほど。いや怖い。やっぱね、確認できてよかった。さあ、ごめんごめん。バーベキュー大好き。馬乗ってこんな。おじごめん、その代わり馬で急ぐから、だから勘弁な。で、次は越えたとこだいぶ奥だな。うわーすごいの来た。長掛け、ウィングスネーク、土屋さん。おるや、俺もゾーンに入った。どんだけお前テンパってんだ。なんかある連携。聖なる祈り、超暴走、大魔導士降臨。3人ゾーン、3人ゾーン使ってみる。行くぜみんな、今からボス戦なのに何もったいないことしてんだ。はい、はーい。だからもっと連続魔法してゲット。え、変身した。え、大人に戻った。戻らない、戻らねえじゃねえか。なんだ今のシルエット、大人に戻ったのかと思ったじゃねえか。ほらよっ、メラ山びこしやすくなった。死んだ、俺次。なんで今からボス戦なのにゾーン使っちゃってんだよ俺。剣バナナかな、違います。寝てる寝てる、この寝てる、ワイバーンの周りをカニが回る、不思議な光景だぜ。と無視しよう。これの真ん中ぐらいに一つあったな。ウィンスネーク、あ、よっち族、よっちゃんよっちゃん、ぐらいか。あった、コウモリの。ダッシュ。お、いた。そして最後に、あ、もう終わったわ、ここ全部取ったね。やったぜ。あ、次のページあった、一番奥にあるわ。無視しできるかな、イベント始まっちゃうかな。始まっちゃったわ。この辺りにいるはずなんですけどね。はあ、なんだ、どこにもいないじゃないか。仕方ない、砂漠の殺し屋は僕を恐れて逃げたと父親に報告することにしよう。フラグじゃねえかよ。帰るぞみんな。はい、来た、下から来るぞ、気をつけろ。ひぃぃぃ、王子、砂漠の殺し屋デスコルピオンです。デスコピオン、
あ、割とやばい顔してる。ボスの風格あり。大丈夫、あの体の内側に入り込んでボディーブローをかませば勝てる。あら、サスリちゃんのお出ましよ。王子様、勇ましいところを見せてちょうだい。無理だよ。もうしょうがないわね、お坊ちゃん頼むわよ。あ、行くわよ、シュエちゃん。にゃーにゃー。デスコピオ。ハサミ、お。はい、で、命令させろ。シルビアは命令させてくれない。特に盗む、ジバリア。結局一回は盗まなきゃね。盗めたら悲しいもんね。はい、はい、分かってんだよ。分かってるけど使わなきゃダメなんだよ。ドラゴンじゃないよ。早いんぎり。よい。弱、あれ弱いぞ。特技、魔結界。呪文使ってくるのかすらわからん。ルカニ、ボエミ、魔法塔、マジリバ。いきなりマジックバリア使えるんだ。ルカニだよね。はぁ、ルカニ。かなり下げた。炎の呪文、スカラ。何が弱いんだよ。何こんな弱いんだよ。金が増える装備してるからだよ。ジバリア。28。ジバリア3。いっそ全体攻撃。なんか光った。お前オーガか。俺の頭が混乱した。ツッコミ入れられた。なんでやねん。なんでかなみたいな。ルカに2回目基本だね。2回目聞かないのかな。聞かなかった。早め早めのホイミを。うん、ルカにしときゃいいかな。ジバリアゴミだったな、ダメージ。じゃあドラゴンギルも楽しみ。うん、変わらん。普通に考えて、これヒャドだよね、聞くの。素早さも下がった。ピオラを私に。ジバリア弱っ。うおー、痛恨の一撃はやめて。これはホイミや。回復魔力が足りない。通常攻撃26。キャドかな。10。あ、全然効かねえ。スカラ、うん、私を守って。ジバリア前に飛んでるんだな。ルカナンはやめて。目に砂が入ったはまずいって。ギラ、ルカには効いてる。ボミエも効いてる。マジバ、魔法は使ってこない。ギラかな、何が効くんだろう。メラ、ここはちょっと回復に入らないと。だ、ルカナマイナス1。青が多分プラスだな。で、赤がマイナス。こういう時のためのお前薬草だろ。どうせ攻撃が当たらないんだろうし。さすが薬草はチートアイテム。ジバリア消えちゃった。ダメージゴミだ。守備力も元に戻る。12。ゾーンに入った。とりあえず、ほい。これが回復魔力というものよ。あんま変わらん。俺は、とりあえず殴るしかないね。することないし。殴れー。守備力が。あ、弾きやがったやつ。ルカにして殴るのが一番だね。はい、ルカに。効かない時もある。神の守備力が。
そう、早め早め。早めの巣から。エレミカを戻したらよかった。痛い痛い。やめてこれ。聖者の頭が、ツッコミはないの？聖者殴れる。これツッコミになるの？わからねえ。俺が殴って殺しちゃったらまずいからやめとこう。ツッコミ。ちょっとだからさ、なんでよりによって減ってるそれに痛恨出るの？おかしいだろ。なんで一番体力の低いやつにツッコミじゃねえわ、痛恨入んだよ。これは早めの回復。もう薬草がない。そして攻撃どうせ当たらないかん。治らないのかな、バヌーさん。セーニャが死んだからもう回復ができないから早めに回復しとかないと危なすぎるな。うわ、いや6だけど、まあミスるよりは。めっちゃ痛えと、早めに回復しといてよかった。あ、もうシルビアが倒してくれんだろ、こんなの。条約層使おう。この視点だとあの聖夜に使おうとしてるように見えるよね。あともうシルビアが倒してくれるんだろ、ほっときゃ。で、ルカに入ってからヒャド効かなかったな。ギラーしてみる。弱点属性分かんない。ギラーの方が効くな。ディバリアのダメージ弱。メラ、あ、だいぶ与えてる。メラの方が効く。早めのホイで、シルビア。あとシルビアにまだ目が痛くなくなった。一応マヌーさんも勝手に治んだな。これでやっと殴れるわ。ほら、ジバリア。あー、敵もゾーンに入るの。ツッコミツッコミ。呪文多いね。ゾーン入ったー。だからってなんかすることがあるわけじゃないんだけど。よし、ツッコミ。ナイスツッコミ。これ味方攻撃したらツッコミになりそうな気がするよね。やったー、肉壁。シルビア大丈夫。もう少し。ここは攻撃入っとこう。メラー、そう、視力がルカナンやめて。再び守備力ダウン。サンドブレスもやめて。うわ、俺がゾーンだぜ。連携、いや、いらない。攻撃やったぜ。1440、もったいねー。聖者のレベルが遅れてしまう。ベロニカもレベルが上がった。マヌファ、マヌファもう1レベル前に覚えてくんねえかな。8、メタル切りは12だったよね。まだ何もできない。カミュさん、カミュさん、ブーメラン8。結構ブーメランの攻撃ミスるからな。あ、でもメタルウィングも覚えれる。まあさすがにちょっとミスりが多いから命中率上げとこう。これ秘密だ。こことここも行かなきゃ覚えられない。
まあさらに命中率アップ。まあメタルウィングを覚えようか。すごかった。事故りやがって。事故怖。あら鎖捕まえるわよ。お仕置きしなきゃね。とりあえずキャー捕まえた。やったぜ。なんだ砂漠の殺し屋というと全然大したことはないじゃないか。強かったわ。僕の手柄だと説明するんだぞ。はもちろんです王子様。あ生きてる。やりましたよ。なんとかなりそうだ。本当ありがとう。虹色の江戸の剣ね、掛け合うから安心して。王子ほっせえな。これでいいの？こんなやり方で名誉を得ても何も変わらないと思うけど。僕だって好きでやってるわけじゃねえんだ。裏切らないためにはこうするしかないんだ。そうやって生きていくのね。うっせえ。お前たち行くぞ。僕だってこれが正しかったのかわからねえな。あの兵王子はこのままじゃ何にも変わらねえぜ。あの子は今の自分に満足していない。きっかけさえあれば化けるかもね。さあそろそろ行くわね。旅の途中で見かけたら挨拶ぐらいしてね。アデュー。死んでない。あ復活してる。やったぜ。復活するんだ。最近のドラクエは優しいな。一番奥に最後の最終ファイル。何何イエローアイ。あのねこれあそこの崖に花が咲いてて取りに行って落ちる的なイベント起きそう。まあないけどそんなの。砂漠のモンスターたち。作戦戦歴モンスターリスト。今いるマップまだ2匹残ってるな。生息地域 OKOK。あれ一匹漏れてる。夜回ってないからかな。オッケー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 。あと2匹か。収集アイテムです。これはまあ見てると話にならないんで。不思議な鍛冶屋シナリオ。あバトル。なるほどやってみれるのか。あと2匹。夜かな。夜の一番マップの一番初めが夜だろう。となるとここら辺の夜かな。ちょっと夜にしてこっちの方走ってってみるか。こいつ馬いたら逃げれるだろう。バレた。夜一遍走ってこよう。どうせルーラに戻るだけだからね。夜お願いします。あまたカジ君がレベルアップしてるじゃん。ドゥルトゥトゥトゥーン。ちゃんと馬がいる。はーい。さあ、あ、さまよう鎧。お前か。青くないからさまよう鎧に1個前。いや、やっぱさまよう鎧。ベロニカだった。作戦、バッチリ頑張るでいいわ。これ自分もバッチリ頑張れなんだね。魔法使いが全体にしか見えない。やっぱ自分ぐらい動かすか。25って結構強っ。
命令させろっておかしいよ。えバカ亭主、このバカ亭主。もう入った、もう入りましょう。連携シャドウはダックじゃないよね。お宝ハンター、お宝ハンター、盗むぜ、さまよう鎧から。鉄の剣、いいもの盗んでんじゃねえか。でも、はい、シャドウ強いくね。マジさ、はい、来た。おいおい、ホイミスライムだろ。知ってる知ってる、はい、みんなよ。あら、かわいい。ほら、倒しくれると思ったけど無理かも。スライムブロー、ホイミン。マヌーサ大好き。来たね。ダメだ。お、魔法使い、魔法の聖水。あまよう鎧だったか。まあ、もう一回ぐらい回ってくるか。あまよう鎧。起きてる。その辺走り回ってる。さまよう鎧、さまよいすぎ。まあ、ここはボスのフィールドだからね、敵はいないか。あと1種類なんだけどな。お、光ってる光ってる。ああ、追いつかれた。魔物の群れが現れた。みんな適当によろしく。とりあえず怪しいから倒しよう。よー。敵も暴走してくるんだ。魔物の群れをやっつけた。さまよう鎧が来てる。あの、戦闘終わった途端に来るのはやめて。ルーラで帰るか。あと1匹なんだけどな。ウーラで、あえて城下町じゃなくてこのキャンプの夜がまだの気がするから、こっちのキャンプから行くか。相変わらず馬を置いていくんだよな。別にここはここで馬を呼べるやつもあるよね。はいはい、馬です。一応ハテナの位置が上の方だったからね。砂漠の入り口ぐらいの夜なんだ。魔法使いだ。ぐらいと思ったんだけど、魔法使い夜だとこの砂漠の入り口ぐらいにも現れるんだな。深夜徘徊してるおじいちゃんかな。おじいちゃんもうボケたの。そういえばこいつと戦ってねえな。もしかしてこれ、あー、どんどん火力減ってるな。火力高いよかった。これがいいよだ。メロディカ死んじゃう。吹っ飛んだ。
終わってから満タンで。お、スカルライダー、獣の骨。スカルライダーがここで戦ったのも初めてかな。どうだ。とりあえず満タンして。で、戦略で。モンスターリスト。今いる。ああ違う。でも一番前だ。でもここ入り口だな。徘徊してるおっさんしかいない。やってる。サンドフルーツ、カトンソー、ルルルルル。敵に見当たらん。後ろに帰ろう。今度こそ、枝をもらえるはずだ。到着。